後輩がかけた電話を運転席の下で誰かが取って、お前らトンネル行ったやろ。怖っ。勝手にカシャッ、全然知らん女の人が映ってたんですよ。一枚だけ。突然ブレーキ効かなくなって、最後に俺のこと殺そうとしたんですよ。何それ。さあ、続いてのコーナーです。初耳ショート怪談。こちらのコーナーですね、スタッフさんが実際に街に出まして、街の方から集めた、一般の方から集めた怪談や番組に寄せていただきました短めの怪談を、怪談師の方が1分ほどのショート動画で紹介をしていくコーナーです。早速最初のショート怪談見ていきましょう。初耳ショート怪談。小学校の頃、塾の帰りはいつも母親が車で迎えに来てくれてたんです。その日も授業終わり、後部座席に乗り込んで母親の運転する車で家に向かっていた。ただ、いつもと違う方を走っていく。コンビニでも寄るのかなと思うんですが、コンビニも通り過ぎて、どん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 家から遠ざかる。不安になって母の方を見ると、何かつぶやいているんです。次は右、次は左、次はまっすぐ。不安になって母の顔をパッと覗き込むと、母は白目を向いて腕をだらーんと垂らしていた。母の足元からスーッと伸びる白い手がハンドルを握っていたんです。私が声を上げると車はキーッと急ブレーキをかけて止まった。あんた大丈夫？その瞬間母は正気に戻ったんですが、その間のこと何も覚えていなかった。あの晩私たちはどこに連れて行かれそうになってたんでしょう。怖っ。怖お母さんハンドル握ってないですよ。やばい、すごいな。で、謎の手がだってちゃんとこう右左ってこう運転してたってことでしょ。どういうええやつなんか悪いやつ、いい人。いやでもなんかどこかに連れてこうとはしてたんでしょうけど、どうなんでしょう。でも怖い、ゾッとします。その間ね、怖い怖い。だって大事故になってもおかしくない話だったりもして怖い。だからどっちかですよね。そのほんまにいい人の可能性も感じるじゃないですか、うん、その気をぐっと気を失った時にあかんと思って助けてくれる何かっていう可能性もあるじゃないですか。だから手伸びてるから見えないですもんね。 手の人は、うんうん、見えない、うん、手の人ね、手の人見えないから。だから お母さんが右左、いい話なんですかね。どっちなんでしょうね。これ連れてかれそうな気しますけど ね、 そうだね。気づかなかったらとんでもない場所に行っていう可能性もありましたけど、川口さんいかがですか。その様子がおかしいとか、そういう例えば白目向いてとかって、もうお母さんじゃないって感じ方を聞く限りはやっぱり悪いものなんじゃないかなとかも思うんですけど、僕あの車にまつわるちょっと短いお話がありまして、あの友達がお化けコンビニで働いてたことがあって、お化けコンビニ、はい、お化けが出るコンビニでバイトしてたんですよ。で、あまりにもそういう、こう変なコンビニなんだって話聞くから、友達のまあ K 君って子が車買ったんで、そこに遊びに行こうってなったんですよ。でその車であの向かって到着して、あの雑誌コーナーで本読んでたら、そのバイトしてた方の、まあ、A 君って子が、お前ら何してんのって、お前どっちか彼女連れてきたって言うんですよ。なんか僕らが2人でこう雑誌コーナーいる間に女の人が立って3人で本読んでるでしょ。で、わ怖い、そんなこと言うなよって言って帰ったんですよね。その帰り道にその K 君車で事故って1ヶ月意識不明の重体になっちゃって、でまあ、お化けコンビニから帰ってきたんで、なんかコンビニから連れて帰ってきちゃったんだろうって思ってたんですよ。でこうなんかすごい罪悪感があって、いろんな人に友達がなんか悪いのまだついてるかどうかちょっと分かりますかねって話してたら、あそれ K 君車中古車でしょ、それ事故車だよって言われて、事故車の方の例にやられちゃったっていう。あお化けコンビニだから何かコンビニでと思ってたんだけど、はい、実はっていう、はい、車の方だった。それかなりの事故だった。そうですね、あの一応意識戻って、面会大丈夫になってからお見舞い行ったんですけど、事故の時の記憶ももちろん覚えてなくて、そう川口を降ろした後に一人で運転中にっていう、はい、送ってもらって。あ事故車、いや怖いっすね、はい、国沢さんいかがですか。いやめちゃくちゃ怖いですよね。僕もあのこの間、ね、車を買い替えたんですけど、前に乗ってた車を廃車にする、廃車というかもう買い取ってもらう日の入れ替えやったんですけれども、その日にもう車が多分嫌になったんでしょうね、僕のこと売られるっての分かったのか、ブレーキ壊れたんですよ。突然ブレーキ効かなくなって、ほんまにえってなって、もうスカスカなんですよ。
で、やばい、怖い、そうそうそう、で右に曲がらなきゃいけないんですよ、減速できないから、とりあえずまっすぐ進んで減速するまで待ってみたいなんで、なんとかその命は大丈夫だったり、事故にも繋がらなかったんですよ、まあ、幸い田舎やからぶつかるとかいうのがなかったんで助かったんですけれども、で JAF の人呼んだら、いやこんなん見たことないと、ブレーキングのブレーキングパッドあるじゃないですか、パッドの止める金具が全部落ちてたんですって、今までいろんな事故現場行ったけど見たことないって言われました、それが最終日やったんです、そのままJAFに、その車屋さんに連れてってもらって入れ替えたっていうのがあったんですけど、最後に俺のこと殺そうとしたんですよ。いや怖いすげえな。もしくはそこまでなんとか乗ってくれたんですかね。頑張ってこらえてたっていう、はい、車に愛されてたんやな怖いな。車までメンヘラと車までメンヘラ。いや車で怖いの、ブレーキね。谷さんいかがですか。いやーなんかね、いや下から手伸びるっていうのがどんな状況なんて思うんですけど、僕が聞いたのはあの京都に軽トンネルっていう有名なトンネルがあるんですけど、まあそこ行った人が何も起きなかったやんって言って、それこそまあ普通のコンビニ行くんですよ。でそしたらその運転してた先輩があれ携帯がないってなって、でちょっと後輩にちょっと電話鳴らしてくれへんって言ったら、プルプルってすぐ誰かが出るんですよね。プルプルってかかった瞬間に、あ出ましたよって誰かって、ほんならお前ら K に行ったやろっていうおっさんの声が聞こえてきたと。でうわーってなって、おっさんが出ました先輩の携帯にって言って、でおいどういうことやねんって、めちゃくちゃ怖いやんけって言って、とりあえずちょっともう一回車の中入ろう怖いからって言って車の中入ったら、運転してた先輩の足元に携帯があったっていう話。なくしたと思った携帯はずっと運転席の下にあって、で後輩がかけた電話を運転席の下で誰かが取って、お前らトンネル行ったやろって。怖っ。っていう話大きい。いやこれ系なんなく電話って、僕聞きましたよ。なんかね、まあ男4人かな、その車で前2人後ろ2人で4人でこう行って、はい、で心霊スポットです、トンネルなんですって。でトンネルの脇に石段3、40段の石段があって、上がちょっと公園みたいな場所があって、もう夜真っ暗なんですけど、その辺に止めて、でみんなでこう車から降りて、で石段だから全員でじゃんけんして、あのグーで勝ったらグーリーこうチョコでチリオコレートパワーパイナッツプルって言って、こうなんか誰が先に上がれるかみたいなことやってたんですって。でその A さんっていうね、まあ、A 君が一番勝ってたから、もう結構上の方行って、で上に自分だけ行くのもちょっと怖いんですよ、上真っ暗だから。でどんどん勝てば勝つほどなんか自分がなんか怖いし、でもなんかまあまあでも勝ちたいしっていうので、最後じゃんけんして、で次勝ったらもう自分がゴールだなぐらいの時に、じゃあ行くよ、最初はグーじゃんけんって言った瞬間に、すぐ下にいたあの B さんの携帯が鳴ったんですって。でも当時ガラケーだったらしいんで、ガラケーってなんか音自分で設定できたじゃないですか、だから鳴った瞬間に、あこれ B の携帯だって分かったらしいんですけど、でじゃあ行くよ、最初はグーってた瞬間になったから、うわーってみんなで悲鳴上げて、うん、怖い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 っつって、なんだよこのタイミング、あでもこれきっとあの母ちゃんが遅いから心配で電話かけてきたのかななんて思ってパッて見たら、その下にいる B 君が、ふざけんなよって A 君を見てるんですって、上を見ながら、ふざけんなよっつって、え何、ほらお前からの着信、えでもちろん A 君電話してないし、ましてや A 君の携帯は車の中入ってるんです。車は誰もいないですよね。誰ももちろんいないですよ。でーってなってすぐ車降りてって、携帯だってこの中だもんって確認したら、もちろん誰もいないんだけど、その A 君の携帯は車の中にあって、あの発信履歴あるんです、B 君に電話してるっていう。車の中誰が電話したんだよ誰が電話したんだよ誰がそんなトンネル突っ込んだ誰だ誰が電話したんすかっていう。これ系多いっすよね。多いですね。多いですよ。電話でつなげていいですか。あのね、あの投稿でもらったんですけど、中古スマホ、スマホって今高いじゃないですか、SIM、はいはい、カードだけ買えるみたいな。そうそうそう、中古スマホ買ったんですって、ね、某ディスカウントショップ で中古スマホ買って、で設定いろいろしてて、まあ、とりあえずね中古スマホなんで、こう手元に来る時ってデータ全部空なはずじゃないですか、この自分のデータを移行する前に空かどうか調べとこうと思っていろいろこの設定とか見てたんですって。そしたら勝手にカシャッ
うん、えと思って、なんでこのカシャって勝手になったんやろうと思って写真のフォルダー開いてみたら、ね、このカシャってなってたら自分の顔がインカメラになって写ってるか、今の部屋のここ自分のその下じゃないですか、写ってるデータがあるとしたら、全然知らん女の人が写ってたんですよ、1枚だけ。やだ、でふわっとなってすぐ売りに行ったらしいです。怖っ、なんか考えちゃいますね、前の持ち主の方なのかな、その方がなんで手放したのかなとかね。めちゃくちゃ怖いですよね。ちゃんと怪談イベントやな。めちゃくちゃ怖い。ただ本当にその写真手放す前にちょっと送ってほしかったよね。そうなんですよ。現物がね、欲しかったですよね。いやー、すごい話いっぱいありましたね。面白い。さあ、では次のショート動画に参りましょう。初耳ショート怪談。煙突リモコンさんが15年前に教師をしていた時の教え子に不思議な子がいたんです。その子、絵を描く時に白い部分を赤く塗るんです。牛も赤と黒、人の歯も赤く塗る。歴史の授業中に急に大笑いする時があって、注意をしてみたら笑わない方が変だって、そういう不思議な子だったんですよ。で、とある日、学校に給食を運び入れる男性を見た時にその子が言ったんです。ねえ先生、あの人なんで顔に色がないのって。それからほどなくしてその男性は亡くなった。それからもその子は、テレビで見た芸能人の顔に色がないってそう言うんですよ。で、そう言われた芸能人は数日の間に訃報が流れる。おそらく、命がなくなるもの、もしくは、命がないものを見たときに、その子は白色を認識するのかもしれない。煙突リモコンさんは、それから彼が卒業するまで自分がそう言われないか、気が気でなかったんだそうです。そこそね、なんかちょっと霊感のある方とか四季が分かっちゃうなんて方って時々話聞くんですけど、なんかオーラみたいなものが本当にこう薄くなるとか、あとはなんかその人自体が透き通って見えるみたいな、なんか生命エネルギーなんですかね、なんかが弱くなってくるとそういう風に見えるって方いますけど、なんかそれに近いのかなとかちょっと思ったりとか、あとちょっとなんか考えちゃったのが、歴史の授業の時に大笑いしたって言ってましたよね。命がなくなったものはもうそういうふうに見えるんだったら、歴史の教科書に出てくる偉人なんか全部どんなふうに見えてたんでしょうね。それで笑ってたのかなとかいろいろ考えたりもしちゃいましたけどね。はいはいはい、なんかでも見える子っていますよね、学校でなんか一人ぐらい、なんか言ってくる、はい、でそれこそバンドアパートの原さんの話で、なんだかな、なんかこの子臭いって急に言い出した子がいて、でそんな言っちゃダメでしょって、その上級生が一緒に通学途中にね、下級生と通学途中に、あこの人臭いって急に言うんですか、そんなこと言っちゃダメでしょって言ってたら、その臭いって言われた人がガス爆発で死んじゃうんですよ。で全校朝礼で、実は昨日そのガス家でガス爆発があって何々さんが亡くなりましたっていうのを全校朝礼で話すっていうのがあって、でその下級生の子が臭いって言ったのは、そのガスの匂いがもう察知してたのかなとかね、なんかそういうなんか子供だからこそ不思議な力がある子っているよなっていうのはすごい感じましたね、今の話聞いても。それがでもガスの匂いのガス臭さだったのか、もう刺繍みたいな、なるほどね、方だったのかっていうね、だしが近い人特有の匂いがあったのかとかね、まあ、でも匂いで感じるタイプだったんですよ、ね、はあ、いや僕その前に普通にバーでバイトしてた時に来た40代の男の人が、奥さんがその、まあ、そういうふうに四季が分かる方だったっていうんですけど、影の濃さで人のこう寿命がなんとなく分かるんですって、はい、でこの A さんのご友人と奥さんでこう3人でご飯食べた時に、そのご友人の方の影がめちゃくちゃ薄かったんです、でもその時こう言うか言うまいかみたいな話してたのが、結局そのご友人の方がこう何ヶ月か後に大病を患って結局治らず亡くなってしまって、あやっぱ奥さん見えてたんだなってこう注意しなきゃなっていう話をこう奥さんにもしたんですって。そしたら奥さんからこの A さんに、なんかあなたの頭は最近影薄いんだけどって言われて、病院行ったら初期の脳梗塞で、これもしちゃんと信じてなかったら自分も死んでたんじゃないかっていう、ち
っとこう色が見えてたというか見える方が、うん、不思議、ね、影薄いって話も聞きますよね、うん、これも誰だっけな、そのあるバーのマスター男性の方がなんかそういう色が分かるみたいな人がいると、でその人に話を聞きに行ったら、あのその人どういうところでその見分けてるんですかって言ったら、その人の場合は影が薄いとかじゃなくて色が近い人は影が遅れるっていう、遅れると国沢さんだとしたら、国沢さんが動いてんだけど本体はちょっと影が遅れてくる、そうなんなの、なんか分かんないですけど、もしかしたらなんかこうつながりがあもうちょっとこうねなくなってきてるから、ちょっとこうズレが生じてきてるみたいな、はいはいはい、そういう見え方って聞きました、ね、あるもあるじゃないですか、その自動ドアとか反応しない、手洗うとこ自動のやつがっていうのがあって、まあそれが本当にその式が近いとか、うん、そういうのが分かんないですけど、はい、とあるサンミュージックがどっかにいらっしゃった外国人とコンビ組んでる日本人の方がいたんですよ。でその子と一時期ライブがよく一緒だったんですけれども、トイレに入ったらあのセンサーでライトがパッてつくんですけど、うん、パッて入った瞬間に真っ暗やったんですけど、パーンってライトがついたら、その子ずっとおしっこしてるんですよ、うん、なんで真っ暗なんって聞いたら、僕いつも反応しないんですって言って、ずっと暗闇でトイレするんですって、えー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 、と思って、である日別の会場でたまたま会ったら同じなんですよ、真っ暗の中でずっとおしっこしてる、その方はあの今ご健在、いや分かんないです、解散してからどうなったか分かんないですけども、確かにもう外国人と組んで影の薄さはエゴかったんですよ個性という意味は、ね、個性が全くなかったんででもそんな言ったら、あの谷地さん、うん、顔認証ことごとく、あ顔認証全然、顔認証しない時期はあの自動ドアも開かなかったです、確かに、だってポスター撮ってね、出演者10人ぐらいで10人のところに顔バババババババンって来るんだけど、谷地さんだけ顔認証しないとか、あれ何年も続いたよね、あれ 5,6 年続きましたね、でなんかそっから黒い顔の写真撮れたりして、あと5年でもう命ないですよみたいな話になってたんですけど、5年過ぎたら顔認証するようになったんですよ、もうなん僕2人目かもしれないです生まれ変わって2号だった2号かもしれないでも不思議やったな、あの時期は、明らかにしてなかったっ、ね、顔認証全然膝認証ばっかりしてたし、膝認証、そう膝認証ばっかりしてる時期もあったし、膝小僧、膝小僧に負けるっていう、膝小僧に負けてたて、ありましたね、何年か前まで地方に行くと僕じゃなくてマネージャーがいつも大瀬さんにピンマイクつけられるっていう、またマネージャーがね若い頃の手塚治虫先生みたいな顔してるんで、ね、芸人っぽい感じの顔なんですよね高田さんね、わかります、なんかその白が赤に見えちゃうっていう、うん、本人がまだ認識してなさそうなところが怖いなと思って、で笑っちゃってるじゃないですか、それが普通じゃないんだってその子が気づいた時どうなるんだろうって思ってちょっと怖くなりました、その子自身が結構 闇抱えるんじゃないかと思って、そっちがその恐怖の対象になってしまったらどうなるんだろうなって、うん、なんかよくその霊感がある方が小さい頃にやっぱこう死期が分かってしまうとかねっていう話があるんですけども、大体そういう時ってあのお母さんとか親がもうそんな言うんじゃないの、そんなあの気のせいだからみたいな感じですごく強く否定して、あそうなんだ、これ人に言っちゃいけないんだ、これって良くない力なんだって言ってどん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 見えなくなってくみたいな話とかは聞きますよね、そうですね、なんか数字が見えるとかいう人もいますよね、寿命、びっくりした、鳥居みゆきさん、はあ、なんかあのマジでその人のなんかこう漫画みたいな感じでパーってこう、見えるっていう時期があったらしいですよ、何がですか、その人の人生とか亡くなるまでが、あそういうこと、鉄拳さんの漫画みたいに見えるみたいなことですか、思わず泣いちゃったりとかして、ね、感動してっていう、いやーいろんな話が出ましたね、というわけで以上初耳ショート怪談でした。さあ今日は、ね、本当に大活躍、いろんな話いただきましたけどいかがでした。いや、 やっぱり緊張しますね。緊張しますね。緊張します本当に。軽く噛みましたけど、ね。いやずっとなんです今日、なんかずっとここに入ってからなんかもう皆さんね仲良くしてもらってる方々だから緊張しないかなと思ったけど結構ガチガチで。はい、でやっぱここ出た瞬間に一瞬飛んだし、あそう全然感じてなかったし、ね、マジで飛びました、まあ、何喋ればよかったっけなとか、だからすごくなんかこの緊張感とでも戻ってきた時にみんなが優しくこう広げてくれるところがすごく居心地いいなということでレギュラー決定おすいません、でもあの毎回こうなっちゃったら本当にねあの学級閉鎖になってしまうので、はい、ちょっとあの要検討で、いやでもいつでも本当にいつでもね、そうそうそう、もう本当にはい、お願いいたします、ありがとうございました、ありがとうございました。
さあ皆様いかがだったでしょうか。この番組ですね、皆様からの不思議体験随時募集しております。もう個性的な怪談師が揃っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。さあ今日のゲスト、国沢一生さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。全部です。幽霊からもういいわっていう。もういいわ。